7月末からのパリ五輪を控え、スペインを会場にニュージーランドとの国際親善試合2連戦に挑んだなでしこジャパン。日本時間5月31日に行われた第1戦では、相手にシュートを打たせない鉄壁のディフェンスなどで2対0で勝利すると、相手監督から日本に称賛の声が送られています。今回の試合はなでしこジャパンにとってパリ五輪のメンバー登録前最後の活動となっており、パリ行きをかけた選手同士のラストサバイバルとなっています。それを感じ取っている選手たちも、きっとトレーニング時の笑顔の裏にも火花が飛び散っていたことでしょう。そんな日本との試合を前に、ニュージーランドサッカー協会からはこの第一戦のプレビューが投稿。この中で、要注意プレイヤーとして非常に強いチームで最も経験豊富な選手の一人、中盤を支配し攻守で躍動するとして長谷川唯選手の名前を挙げ警戒をしていました。その注目の長谷川選手は今回途中出場となっていましたが、序盤から主導権を握った日本。しかしなかなかチャンスを生かせず、前半が終了しようかとしたアディショナルタイムに、つながったパスを最後に受けた田中美奈選手がゴールを奪い、1点をリードします。後半はメンバーチェンジを多用し臨むと、早速北川光選手のコーナーキックを古賀透子選手が頭で押し込み、これが代表初ゴールとなり点差を広げます。ニュージーランドにはボールを持たれるも、シュートを1本も打たせない立ち回りでこの試合を勝利していた日本。この試合をご覧になっていた方々からは、ニュージーランドはシュートなし、あれだけボール持ってたのに日本のディフェンスすげえ、どちらも前半はバタついてたけど後半になったら力の差が見えてきたね、などの声が寄せられ、2戦目にも期待の声が上がっていました。この試合後、ニュージーランドサッカー協会からパリ2024に向けてのウォームアップで日本に敗北とのタイトルでハイライト記事が投稿。ニュージーランドは危険な日本の脅威に対処するため4バックとし、計413キャップを持つ経験豊富なディフェンスを選んだとして、日本が前半からパスを回すも、ニュージーランドの強固なディフェンスを突破されることはなかったことを記述。しかし2点が奪われ、その後もゴールを狙われるも、ゴールキーパーの好セーブにより助かっていたことなどを確認した上で、マイケル・メイン監督代行からの、日本のようなワールドクラスのチームは、我々のようなチームが一つ間違えれば容赦なく襲いかかってくる、そんな日本が我々に投げかけてきたいくつかの課題がクリアできたのは収穫だったと、前半までの日本の猛攻をしのいだディフェンス陣を評価していました。このニュージーランド戦の第2戦は日本時間6月3日23時からのキックオフとなっており、今回同様 JFA テレビでライブ配信されることとなっているのですが、残念ながらアーカイブには残らないものと見られています。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。なでしこジャパン初戦ナイス勝利、次戦もパリを見据えて勝利をお願いします。前半と後半で展開変わりすぎだろってくらい結構変わっていたけど、選手たちは選出されるために必死だもんな。どちらも前半はバタついてたけど後半になったら力の差が見えてきたね。快勝だったけど個人的には4点くらい取ってほしかったな。次戦はどんなメンバーで来るか楽しみ。ニュージーランドにボールはだいぶ持たれていたけど、相手のシュート0本だから実力の差は明白だろうし、なるべくしてなった結果だ。
ニュージーランドはシュートなし。あれだけボール持ってたのに日本のディフェンスすげえ。中盤の支配では互角だったものの、ニュージーランドは日本の守備陣に決定機を封じられた感じだったね。躍動感があって面白い試合だった。ニュージーランドのシュートを例に抑えた今日のディフェンス陣はなかなか良かったと思う。途中出場だったけど、長谷川が入ると攻守に落ち着きが出ましたね。出てきていきなりレベチな長谷川選手、彼女が入るとこんなに違うのか。あのパスは誰にも真似できん。スタメンも出てくる選手もパリ五輪に向けてギラついてて見ていて楽しかった。個人的に長谷川選手をもっと見たかった。パリ五輪前の重要な試合だから、ここから脱落するメンバーが出てきてしまうのか。やっぱオリンピックでは3バックでいきそうな感じだな。それとも2戦目で変更してくるのか。このうち4人は五輪へ行けないのか。古賀は安定感もあり点を決めよかったし、実績より調子の良い選手を選んでほしい。でも監督も頭が痛いだろうな。北川選手と古賀選手よかった。この勢いで五輪はメダル狙いたい。同じ相手との試合だから、五輪に向けて選手たちの様子も見ていきたい。そしてパリではメダルゲットだ。なでしこジャパンはパリ五輪でグループステージを突破するためにも良い準備して組織プレーの練度と精度を高めていってほしい。